今回はやはり一番面白いのはアスラン・ザラカに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。公開日以来見直したが、やっぱこの顔来たあたりから面白さのベクトルが変わる。アスランとメイリン出てから情報のオープンがすごい。ちょっと禁止カードレベルすぎるわ。ズゴック、アスランの存在を正確に探知できず、メイリンのハック能力を弾くセキュリティも用意できてない時点で世界取る気ないだろ。改めて見返したら、かがりの裸妄想するとき、ざっかり自分の送った指輪つけさせてて本当に気持ち悪いよってなった。かがりもアスランのハレンチな妄想の対象は自分だし、自分じゃないとかじゃダメだろと思ってたからセーフだぞ。リモート操作しながらハレンチ。ってつぶやくかがりはすげえ可愛かったな。いいですよね、戦いの後アスランに飛びかかったらカウンターで抱き上げられるかがり。今回のアスランは最高に乗ってる時のロビンマスクと言われててダメだった。サプライズアスランはルールで禁止すよね。悪党にはルール無用だろ。純正ありと命がピンチの状況でアスラン。って間抜けな声出してて笑う。昇進の純正すら間抜けにさせるほどのサプライズアタック。やたら強いズゴック。劇場で見た時はさらっと流しちゃってたけど、ズゴック、ちゃんと頭からミサイル出してたよな。中のジェスティスどうなってんの？考えたら負けだぞ。観測しない限り事象は確定しないから、ズゴックの中には断層が入っているのとジェスティスが入っているのと半々の状態なのだ。シュレディンガーのズゴック。なお、足裏はしっかりジェスティス詰まってる模様。作中でも描写あったんだ。プラモだけのやつかと思ってた。配信が始まった今、気づきも多いわね。なんだこの殺走たる BGM は。じっくり聞くとだいぶやってる BGM。 迷いのないアスランが終始味方だと2時間で終わる。スト振りをバッチリ乗りこなしてたし、ちゃんとキラっぽい挙動をトレースしてたし、ほんとなんなんこいつ。アスランもう何度見たかもわからねえ返しだが、一切変わらない説得力すぎんだろ。これは推測だが、奴らは心が読める。いきなり何言ってんだこいつ。アスラン出てからテンポよく進むけど、劇中の視点だと随分飛躍したなって気がしなくもないやつ。アスラン曰くシュラとやり合った時に動きを読まれてる感じがしたから心読めるんじゃねと推測した。シンも言われてみればそんな感じしたかもとなった。一応ファウンデーションを調べる中で断片的な情報もあっただろうし、そこからの推察もあるのでは。俺の動きがこんなに手に取るようにわかるなんて、アコードは心が読めるに違いない。アスランにしか許されないよこんな思考の飛躍。アスランとメイリンとミラコロが大体暴れてる映画。ミラージュコロイドの暴れ具合見るとそりゃ禁じ手になるわって納得しかない。核抑止に割いたリソースの7割ぐらいをミラコロ対策につぎ込むべきだよ。あの世界アルテミス要塞マジでミラコロにやられまくりの歴史すぎる。シュラが出ていった隙にスーッと入っていくミラコロ、ズゴックで耐えられない。アスラン出てきてから明らかに作品のテンションがおかしい。ブチギレたアスランがズゴックに乗って出てきたら破綻するような悪巧みはしてはいけない。ズゴックに仏頂面のアスランを登場させる。福田監督、俺が一番うまくアスランをおもちゃにできるんだ。ヘアとかいじってたのがマジで地味すぎた。本物のアスランいじりとはこうするものだというものを叩きつけられた。俺の知っている彼女はそんな女じゃないのシーンでどよめく周囲を全く絵に返さないの好き。キラを殴って分からせる役目はアスランにしか担えない。なんか面白がられてる節もかなりあるけど、あのシーンのアスランの真剣さは本当に好き。ズゴックに乗って突っ込んでくるだけでも面白いのに、その後のゆらりで立ち上がったり、かっこいい構えしてたり、なんなんだよこいつ。なんであんな不満顔なんだって予告の時思ってたけど、まあ実際の状況見たらそうなるよね。ズゴックでの初戦アスランめっちゃ消耗早かったけど、よく考えたら大気圏内であの宙返りとかはおかしいよな。ズゴックの装甲クソ分厚い上にまとう形なので、ジェスティスより挙動も重いだろうしな。確かに重力化だと外装付きはパフォーマンス下がるか。
やっぱ正攻法では修羅の方が強いんだなと思ったシーンだわ。逆に言えばこの時点でまともに戦うのは得策じゃないと判断させちまったのが修羅の運の尽きだが、終わってみればほとんど修羅はアスランの手のひらの上だったクライマックス。まともにやり合ったら本当に強いから取れる手段たくさん使って念入りに翻弄してるからな。ズゴックキャストオフ、ジャスティス号した時もトサカビーム破格してるしな。思考が読める相手には遠隔操作っていう古典的手法をお家に持ってくるのは逆に良かったと思う。初日の映画館の笑って良いやつか無言で探り合う雰囲気好き。アスラン来てからずっと笑ってはいけないコズミックイラ24時だった。強くて頼れるのになんでこんなに面白いんだ。この顔出てくるまでは本当に陰険な描写ばっかりだったからな。冒頭から半分経ってもろくにアスラン出てこなくて、あれ？アスランは、って視聴者に思わせてる時点で勝ち。かっこよくて面白い無敵のキャラ。絵面は面白いけどミサイルやビームが増えて火力がかなり強化されてるズゴック。実質フルアーマージャスティスだからそうなるんだけど。作中ほとんどズゴックだったって言われるけど、まあ普通にズゴック状態の方が強いもんな。ってなる。ズゴックは普通に全領域戦えるだろあいつ。アスランのやつ接近戦が得意なだけだ。ズゴックの上にさらに砲撃装備つけるの面白すぎる。元ネタの宇宙世紀ズゴックの方もさすがにズゴックキャノンみたいな派生機はないもんな。主題の態度見てようやくキラトシンへの態度はかなり優しかったんだなとわかるのがまた面白いアスラン。ディスラクターとか分身に攻撃判定あったりした中でジャスティスはトサカビーム。ズゴックという条約無視兵器の時点でお釣り来るし、今回のジャスティスの超兵器要素はどっちかというとアメージング部分だから。監督曰くアルテミスの中で暴れてたズゴックはかがりのリモート操作らしいな。かがりがズゴック操作。メイリンはハッキングに専念。アスランはシュラとタイマン。現場を指揮するのはキサカさん。なんだこのオブ陣営ドリームチームは。じゃあドックにあった船やらモビルスーツやらを破壊しまくってたのはかがりだったのかよ。派手にやるじゃねえか。これから毎日アルテミス焼こうぜ。ノベルで示唆はされてたけど、シュラ撃破後アスランとメイリンがレクイエム破壊に参加してるの配信でやっと気づいた。リフターみたいにキャバリアーの上に乗ってるんだよなジャスティス。映像では破壊作業するのは映ってないけど、キャバリアーをリフターの代わりに乗ってレクイエムへ向かう姿は映ってるんだよね。登場からずっと働き詰めのアスランとメイリン。ズゴックに乗りお前を説教しながらキラを一方的に殴るついでにシンも殴り敵は煽りエロ妄想もする。フリーダムすぎる。俺やシンを頼れキラこのバカ野郎。邪魔だシン。ここのシンほんとおもろい。今回は、に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それでは、どうぞ。キラ、エンゲージするぞ。うわぁ、なんかきっしょいなぁ。あっはっはって感じじゃなくてきつ。ってなるなこれ。なんでメイクしてんだよ。そのパイオツは何なんだ。パッドかシリコンか。ラクスのサイズに合わせてそういう形のシリコンになってるんでしょ。なんか唇がちょっとドクドクして嫌だぞアスラン。ディフェンダーだけ渡して帰ってくれないかな。スレ開いた瞬間血の毛が引いたの初めて。一覧ではよくわからなかったから開いたけど開いたの後悔した。同じく。ちゃんと紅塗ってんじゃねえよ。軽い吐き気を催すほどのグロ画像。アスランのメイクコラって普通にグロ画像なのにそれを上回るゲログロ画像。ラクス、無言。多分、かがりは今泣いている。この怒り顔パトリックに似てるって言われてたから女体かパトリックザラにしか見えない。大丈夫？アスラン顔よくて石田ボイスだから油断してちょっとそういう雰囲気ならない？なれるかな、これ。そもそもパイスーが独特すぎてラクスでもキツってなることあるのに。石田ボイスってつまりは男の声だし、顔良くても体は普通に筋肉あるし。女の子の声も出せるけど、余計に嫌だなそれ。
セーラームーンで女の子の声やってたんですよ。そうですよね、まゆうさん。それ本人がとっくの昔にもうあの声は出ないとか言ってるやつやん。当時すでにフィッシュアイはきついって言ってたらしいが、というかフィッシュアイって男だぞ。今で言う男の子。セーラームーンは本当に未来を生きてるよな。ただまあ真面目な話すると、前振りにキラとアスランが相乗りとかいうし、いい世界的には悪夢のハッピーセット以外の何物でもない代物になってるんだけどね。私は知らん、何も知らん。発狂したパトリックが住み替える衝撃。お前が始めた物語だろう。少なくとも息子がどぎついメイクをして同性の幼馴染に迫るような教育はしていない。厳しくしすぎたのか。見なかったことにしてお祈りしてよ。無言の銃撃。シュラやはり最強はアスランザラ。うわぁ。貴様、神聖な戦いの場でなんというハレンチな格好を。キラ、強く生きて。見なかったことにして寝ちゃおう。かがりは泣いた。新アスカは廃人とかした。ヘルメットのバイザー部分にアスランの顔が投影されてると思い込もう。せめて口紅だけでもなくしたらなんとかならんかな。アスランはキラそんな好きじゃないよ。好き嫌いの問題じゃねえ。作戦を行うときに最適な方法って言われたらしぶしぶやりそうなのがアスラン。周囲の人間には精神異常が起こる。あれはどうします？撃ち落とした方が。確かにあれを撃ち落とさないと不利になりそうだが、撃ち落としたらそれはそれで負けな気がする。何する気だって意識を向けたアコードにその瞬間グロ画像を踏ませる高度な戦術だぞ。心を読んでも誰の心なのかは判別できないから、ディフィンダーと一緒に思念が飛んできて、この流れだとまさかラクスかってなったオルフェにドヤ顔アスランバリア。グ、誰だ、まさかアスラン、ザラー、なんだその気持ち悪い格好は。気づかないなんて本当に使えないな。こうなることも考えてたのかキラ、ヤマト。何あれ、僕だって知らないし怖い。夢にまでこれが出てきた。新アスカは廃人とかした。ここだけだよ、いいねが増えるたびに、ああこんなに被害者がってなるすれ。アスランがネタにされる光景は山ほど見てきたが、余裕でこれが一番破壊力あるな。キラが風邪ひいた時に見る悪夢。さあ新も助走してキラとドッキングするんだ。キモーとかオエーエーとかじゃなくて、ウッドカグみたいな短い声が出る画像。最初開いての第一声がキッズしか出ないし、その後はコッパしか出ない。なんで口紅塗ったの。化粧より何より胸についた二つの母音が気持ち悪いんだが。ボールとか入れてると思えばいいか。もしかしてハロでも入れてる。ハロハロ発汗で気持ち悪い気持ち悪い。なんか一周回ってありな気がしてきたな。うん、いける。ちょっと待って、まさかラクスがズボック乗ってるの。アスランが勝手に乗っていた、アンドキラピンチが重なってすっげー切れてそう。なんなら初手種割れしてる。頭サーベルの長さエグソード発感をつく。インフィニットジャスティスガンダム2式が総裁のために作られた機体だということは知っているな。ラクスがシュラと戦ってキラのハレンチで勝つのか。シュラの脳裏に浮かぶ自分の顔くらいの大きさのキラの棒を顔の前にお出しされ、神聖なハレンチなするシュラか。シュラが何したって言うんだ。これプラウドディフェンダーが合体できないのが引き側じゃなくてキラの精神的な問題になってそう。今回はさすがにボロボロだからドッキングできたけど、平常時なら無理ってなる。ハインラインもわかってるから無理には進めないレベル。主人公と肩を並べる最高の親友が揃い踏みとかいう字面だけなら熱い状況なのに、絵面がきつい。純粋にきつい。アスランもキラも疲れてたんだと思うよ。アーフサイがたまに言ってる、キラとアスランはそんなに仲良くないって。そういう駆けつけたラクスの協力のもと一人脱がされて海岸に放置されるアスラン。女装や女物着てもハマる顔のはずなんだがな、アスラン。スレガは何がどうしてこうなった。表情がね。母親にでもあるけど父親にでもあるんだなって実感した。リップ塗ってるのがマジ感あってきつい。
未知のエイリアンが人類の顔だけ真似たみたいというか。迷いのないアスランは最強だな。メイリンはおそらく楽しめてるだろうが、異性としては、になるわな。メイリンは大爆笑してるだろうけど、さすがに最前列では干渉したくないだろうな。本編通りなら、ミレニアムのクルーたちはどんな気持ちでこのアスランを出撃させたのか。ラクスだとめっちゃくちゃ止めてたけど、アスランのことは止めないというか止められないというか、この姿だったらもう触れることすら恐ろしいというか。ハインラインさんですら無言で目をそらすシーン。もう話を合わせるだけ合わせて、事務的に発信シーケンスをこなすだけよクルーたちは。例のポーズをした後。よし、機体のドッキングは成功したな。キラ、フリーダムのコックピットに入れてくれ。キラ、どうした？なぜハッチを開かない？なぜ通信に答えない？こんな時に冗談はよせ。向こうの機体もなぜかフリーダムではなく俺に照準向けてるんだぞ。キラーは。かわいそうだけど、そりゃそうなるのよ。何を考えてスレムシはこんな画像を作ったのか？無駄にうまいし。作画によっては結構女顔なんだがな。表情選びのセンスよ、かっこ褒めてる。今回は、アブネスに付きまとわれて夜しか寝られないアスランザラに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。お前最近あのアグネスとかいう女とよく一緒にいるってメイリンから聞いたぞ。お買いだかがり。俺が何かデスクワークしてたり飯食べたりしてる時にあっちが勝手に来るんだ。俺は君一筋だ。かがりしか見えていない。よし大表、このサイダーを下押せ。とりあえずアグネスのアカデミー時代の悪評とかコンパスでのキラさんへのあれとかまとめて報告すればいいかな。俺も困ってるんだ。困るって言ってもずっとついてくるし、なんであんなに話通じないんだろう。アスランからしたら絶対理解できなくてホラーだろうな。最新情報でマジで粉かけるらしいからな。アグネス、あのコミュ障で空気読めないアスランが泣いて困ってる。アスランが泣いたら地味に慌てそうだよな。シン、空気読めないしコミュ力破綻してるしパワハラハレンチザラ野郎だけど、徹底的に紳士としての所作叩き込まれてるから女性には弱いんだ。シン、なんでお前は被害がないんだ。あいつ未だに俺のこと下に似てるからですよ。お前とブラックナイツの戦いを見てまだそんなことが言えるのは何なんだ。アスランが慌てすぎて普通に褒めてるだと。アスランだって戦果あげても隊長のことはずっとちょっと頼りない幼馴染として扱ってるじゃないですか。ドストレートにお前ではたたんし、むしろなえるって言えば引く可能性。やっぱりホモじゃない。こいつ無敵か。安定した見る目のなさに安心感すら覚える。相思相愛のキララク見てぶっ壊して奪おうとした恋愛サイコパスには通じんだろう。立たないなら立たせてくるぞ。余計にかがりセラピーが必要になりそう。怖すぎて。アスランってコンパス所属じゃなかったはずなんだが、わざわざターミナルまで追いかけてくるのか。アスランがコンパス落ち着くまで出航するんじゃねえかな。緊急事態だし可能性なくはないのが、手伝いに来たのにホラー案件とかアスランでもヤバそう。補助に来てくれてる人に対してあからさまに業務妨害してるならラクスやキラから厳重注意入れられるんだけど、そこまで過剰に絡んでるわけでもないなら組織としては対処難しいな。修正はほぼイナゴ。攻撃全振りだから防御力神だけど一回泣けばケロッとしてる。自分の修正を完全に受け入れてるから周囲からどう見られても気にしないナチュラルボーンヒールスピリットの持ち主。失敗したら次の目標に即座に移る。こいつ無敵か？アグネスイナゴ説はロタ。今思ったんだけど、この列挙されてる才能全部戦士の才能として使えるんだよな。身内はライバルだから過小評価するけど、戦う敵に関しては過小評価したことないし、嫌なことあってもすぐ忘れるからトラウマ抱えないし切り替えも早い。継続できる体力もある。多分そういう風にコーディネートされてるのかも。その才能を全部恋愛対人の悪いところに使うと、イナゴのようにどこにでも食いつくしぶとい女とかいう最悪な生物が爆誕した。恋愛は戦争だからな。
恋も愛も知らんくせによく恋愛描写気取れると思う反面、戦術としてはツボを押さえてるのが最悪だわ稲子。男食い散らかすためだけにザフトでのキャリア捨ててコンパスに来た女だ。面構えが違う。それは初期案で、今のアグネスはフリーダム強奪事件でコンパス以外居場所ないんだ。特典小説に出てきた、レオナードって彼氏はアグネスの親のコネでストフリの輸送任務に関わらせてもらってたんよ。そんで、そのレオナード君は小説版の記述的にストフリ強奪事件で何かしらの罪を犯してる。それであんな本編ムーブを？アグネスはわけわからんな。自力でのザフトでの出世コースが赤信号になっちゃったからこそ、手っ取り早く斧の価値を高めたかったんでしょ。それで、自分がラクスクライン以上の女だという称号を手にしようとしてキラに迫った。ああそうか今は議長の息子で英雄ってところに原告か原種の恋人っていうバイトルモチベが上がる要素も乗っかってるのか。かがりがいるから無理だって突き放したところでアタックが続くの見て頭が痛くなってそうだな。シン、ルナマリア、お前らあのアグネスの同期だろう。なんとかしてくれないか。頼む。本当に、切実に、俺はなんでこんなところにいるんだろう。かがりに会いたい。かがり。なあルナ、もしかしてアスランって今かなりまずい状況を。どう見てもまずい状況よ。あの時の隊長みたいな感じで泣いてる。今度の帰港先、オーブに変更できないか相談してみるようで。ヨシンバ変更できても絶対アスランについていくわよ。アグネス。アグネスは、ルナがショッピングとかに誘って引きつける感じで。え？アスランをコンパスに出向させたらキラを殺した時と同じくらいメンタルやられて帰ってきた。これはかがりも予想外だろうな。手伝いに来たはずなのにこの仕打ちはさすがにアスランでもダメそう。かがりセラピーしてあげてくれ。シュラだけ生き返ってくれないかな。アグネス係として。お忍びのデート誘ってこれで行けばいい。特急呪物召喚やめー。アグネスは間違いなく近づかなくなる。なんなら一生分のトラウマになって懲りる可能性すらあるけど、これはこれで着せられたアスランが泣くという欠点がある。やっぱりお姉系のコモじゃないの。実際アスランの涙見た人って少ないはずだから泣いてたらびっくりすると思うよ。見た人一覧、キラ、ラクス、メイリン、ムー、カガリ、マジでこの辺りだけだったはず。おい誰かアグネスなんとかしてくれ。ネタだろうけどアグネス程度なら誰も相手にしなさそうなのがなんとも、障害にすらならなそう。好感度高くない。しかも肩書きしか見てない相手に頻繁にまとわりつかれるのは相当きついでしょ。むしろ目に見えて障害になるなら他人も介入できるけど、現状アグネスが諦めない限りアスラン自身でどうにかしないとならないから余計に難しくなってる。アスランってマジで似たような理由で勝手に期待されてアプローチされては勝手に見切られて離れられてくこと多いだろうから、最初はまたかくらいの感じだったけど、歴代の中でもアグネスがぶっちぎりにヤバすぎてどんどん疲れていくのはありそう。アグネスにまとわりつかれるアスランはかわいそうだけど、アグネスイコールイナゴ説が出てるせいで笑ってしまう。イザークはどうやってアグネス跳ねのけられたんだっけ。イザーク先生に聞いてみよう。イザークは怖いのでアグネスの方が寄りつかないのだ。つまりいつもピリついてて一見怖そうな男を演じればいいということか。お前もうジョージズごっこきれ顔でいろ。眉間のシワが取れなくなってますますパパ2になるかもしれんが長母。かがり普通に仲良さそうなんだなとか言いそうなのに、このスレのかがりは嫉妬してくれるのか。確かに、アスラン馴染めてるみたいで安心したぐらいのテンションでいそう。さすがのかがりもあんな女にアスラン任せたいと思わないと思うがな。全力で泣いて嫌がってるし。アグネスにもいいところはある。恋愛関係で停滞しているカップルにぶっ込むことで一時的な不和をもたらすが、思いを再確認することによってより強固にくっつくんだ。そうじゃなくもともと合わないカップルや片方がクズだった場合はアグネスになびくから、お似合いのカップルだけが残るんだ。
つまりアグネスは独属生活ベストカップルだけを残す試験薬なんだ。試験薬よりもドクターフィッシュに近いと思う。なるほど、ダメなところは食われるが健康なところだけは無事アグネスが食えないから残ると。これ多分アスランとカガリが揉めて、でも結局お互い好きだになってゴールインまで行ってしまうのでは。アスランが来てくれたおかげで助かってるよ。二重の意味でアグネスは相手に彼女がいるほど燃えるみたいでね。今回はファウンデーションアスランに喧嘩売りすぎ問題に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。アスランザラのやつ、わらわたちに当たりきつくない？アスラン珍しくマックス使用対応だったな。宇宙での戦闘時挑発の意味もあるんだけど、めっちゃ機嫌悪かったな。まったく我らが一体何をしたというのじゃ。自分の王国の民を自らの野望のために犠牲にする。カガリは民を焼かないために自分をこの国に派遣したのと真逆。しかも取った手段は核、自らの母親が犠牲になったのと同じ兵器。野望のために親友のキラをマッチポンプに利用してダクスを誘拐した。レクイエムのターゲットが現在進行形でオーブ。そりゃ機嫌悪くなるわ。アスラン思想的ザラハを先導して利用する、もうアスランの地雷だぞ。敵対したザフト軍ってあれザラハだったんか。あれもしかして映画前編アスランの地雷なのでは。だからこうして一切迷わない純度 100% のアスランザラが暴れることになった。使えないなが本当に煽り感マックスだったもんな。無人気取ってる害虫やぞ。単なる駆除にリップサービスなんぞいらん。確かにアスランめっちゃ煽るなぁ。こんな好戦的だっけとは思ってたが、言われてみれば地雷踏みまくりだわ。感情むき出しにしてないだけで、作業のように殺そうとしてたあたり一番怖いわ。妙に無人気取ってるけど、お前らがやった所業見ろよ、ゴラあったからな。愛の反対は無関心ってラストに言われてたけど、アスランが体現してたな。目の前のシュラへの関心はゼロで、カガリのこと考えてた。決闘の場になんとハレンチな敵の思考を覗きながら。というかシュラって強さはすごいけど、無人気取ってるだけで色々とダメダメだし、アスランを仕留めず5体満足で置いていったのに核爆発で死んだと思って報告しない。最初から独身してれば分かったはずのアスランインスト振りのすり替えをなめくしたせいで気づかない。無人気取りの下道って点を除いても、こんなお粗末なやつの弱点につけ込まない理由がない。まあ2アウトってとこか。3アウトでチェンジだよ。そういう生き物として育てられた上に経験が足りない。これに尽きる。それでも半壊状態から片腕持っていけるんだから別格に強いんだよなあいつ。強いんだけど強さを扱いきれてないというか、精神的な未熟さはアコード全員に共通してるよね。まあお前たちは全ての人類の頂点なんだぞみたいな教育されてやそうなるのは当然なんだが、シュラはアコード最強のアイデンティティをかけてアスランに勝ちたがってたみたいだけど、基本的にマジレスマンな上に超機嫌の悪いアスランがそんな自己満足に付き合ってくれるはずもなく、本人が無人気質だから地雷さえ踏まなければ正々堂々と真正面から戦うけれども、本人がブチ切れている場合はありとあらゆる手段で殺しに来るからね。アスラン思えばシードでキラだけは俺の手でってなった時も、あの場で自身も巻き添え食らうだろうに、あそこで迷わず自爆を選択できるのが怖すぎる。キラアスラン真の3人は誰を本気にさせても恐ろしいけど、アスランの本気は合理的に潰してくるから一番怖いよな。神は切れたら猛獣みたいになるけど、アスランは戦闘マシーンになるイメージある。感情ぶつけまくりの冷静じゃない戦闘したのに、コル殺された時の待機らだけだからな。自爆しか選択しなくなったのもシード発動前に結構無駄なエネルギー消費してるからだし。本気で切れたアスランはとことん塩対応なので、逆に言えば神への対応とかってアスランとしてはネタ抜きに本当に優しい対応だったんだよな。神は最後まで止めに行ってるだけだったし、
シュラは普通に殺しに行ってる。アスランはあの国が仮想でどんなことしてるかもちゃんと見てるからな。どの口がほざいとんねん、お前らって気分だろ。自分の思う正義のために戦うのがアスランだけど、相手の正義とかも考えちゃうから普通はここまでいかないんだよな。今回の場合はお前らに正義なんかあるかよってぶった切ってる感じ。ファウンデーションがあまりに腐れ下道すぎて迷いデバフ全解除の上に、激怒バフマシマシの超フルスペックアスランというスーパーソルジャーが誕生してもうた。種と種子の時は人類の存亡がかかっていたとはいえ、フルスと敵対したり気にかけていた後輩の暴走を止めるために色々四苦八苦していたからな。今回は自分にとってもキラにとっても世界にとっても純粋な敵なので遠慮する必要がどこにもない。まさに正義の人よね。相手にまだ同情の余地とか説得する必要があれば、たとえ戦闘中であっても、自身の命が危なくても最後まで相手と話し合いをしようとするけれども、相手側に正義なしってアスランが判断した瞬間に人情スイッチをオフにするがごとく冷酷冷徹になれる。インジャニの片腕落としたのはすげえけど、シュラ明らかにあそこで勝ったと高揚して油断してたよね。そこからヘッドバットで逆襲されて一撃で終わったけど、もしかしてあれ誘われた可能性ある？可能性はあるね。一撃で倒すために腕くらいはくれてやるみたいな。誘っていたかどうかはあのシーンを繰り返してみないとわからないけれども、慢心と油断を刈り取ったのは間違いない。上で言う無人気質なアスランが斬新を怠るやつを見逃すはずもなく、多分初戦のズゴックで生き上がるほどに戦って、高い実力を把握、ゴリ押しは無理と判断。2戦目の一振りで相手の能力の幅や癖などを把握、多分これでリモート採用決定。3戦目で初戦と2戦目の経験を生かして倒す。こんな感じかな。キラフルボッコにした格闘シーンや新登場デスケ2戦でもわかる通り、アスランカウンターの鬼だからな。はあまじねえのじゃ、コンパスとかまじねえのじゃ、もっとねえのはターミナルとかいうとこなのじゃ、なんじゃあれは、非政府組織だったくせに007気取りかなのじゃ、許せねえ、マジ許せねえ。特にアスランザラとメイリンホーク、キャツラさえおらなければな、隕石にぶつかって死なねえかの。無言でねえのかを。ごめんなさいでした、殺さないでください。邪悪質べし慈悲はないのじゃ。ファウンデーションの悪行の数々、理想郷めいた喧伝してるくせに中では平然とナチュラルを差別し虐殺、ハリボテだからと自国民味覚を打ち込み大虐殺、キラを廃人寸前に追いやる、キラの嫁で元カノのラクスを籠絡して拉致、それなりに目をかけてるシーンを痛めつける、自分もいたことがありキラやマリューにとっては第二の家も同然のアークエンジェルを破壊し跡形もなく消滅させる、部下を失うことがトラウマのムーさんの部下を皆殺し、一緒に戦った戦友であるドム隊の2人を抹殺、自分たちが死ぬ思いして破壊したレクイエムをこっそり修復、レクイエムを大都市に向けて叩き込んで民間人を大量虐殺、3発目をかがりとキラの家族がいるオーブに打ち込もうとする、元いた軍の過激派を焚きつけてクーデターを引き起こさせる、これで切れずに話を聞いて正々堂々勝負しろとカースランじゃなくても鼻で笑うわ。うん、これは敵方に正義なし、アスランザラジャスティス出る。改めて羅列されるとマジで同情の余地がなさすぎて空抹殺するわ。敵が邪悪すぎて一切加減なし状態だったアスラン、それでもユニウス7落としたテロリストみたいにバックボーンにそれなりのものがあれば格殺スイッチは入らないんだが、ファウンデーションはアウラがほぼ私利私欲で作ったからな。まさしくスパロボの敵陣営みたいなもんだからね。主義主張は違うけれど、人のいい面々全員から人類の敵認定されたのがファウンデーション。同じ人間と人間が主義主張の違いで争う悲しい世界に、日朝に出てくる悪の軍団が突っ込んできたくらいのインパクトだったもんな今回の敵。つか終盤はもうキラもシンもルナもラクスもなんならマリューさんすら頭の血管ちぎれかけてて、主役陣全員ぶちぎれ混合って、
今までのガンダムですらなかなかない異常事態だったからな。キラやラクスがあんなに攻撃的なのもまずないからな。キラの余裕がない時のバーサーカーとも違う革新的な軽蔑というか、キラやラクスはお互いが大事にしている人を全人類の前で恥かかせたようなもんだから、まあね、ルナも真の身の上知った上でアグネスがあれだから殺さないだけマシな扱いだし、マリューさんは自分の作品で息子も同然のアークエンジェルが残骸すら残らなかった上に見たび旦那が死にそうになったわけだし、もうね、ムーもアークエンジェル落とされた時点でブチギレ状態だったからな。マジで味方全員キレさせてる。あれギリギリ救助できただけで恋人の魔竜は艦長だから艦の最後まで共にするのは珍しくないし実際そうだった。しかもアークエンジェルは種無印みたく必要な犠牲にされかけたからな。ここでも地雷踏まれてるわ。終盤の艦隊戦でも魔竜さんがミレニアムでぶつけてでも当てろみたいなこと言ってたし相当頭きてたんだろうな。あれぶつけてなお一斉射撃してたから本当にヤバい。まあ最初の12連射砲をハインラインの新装備ありとはいえ正面から突っ込むところからおかしいからな。種も種しも一応はどの陣営にも正義があって一部が暴走してるからそれを止めるって感じだったもんな。ミスリードのためだけの自国格焼きなんていくらコズミックイラでも金輪際ないわ。本当にそうだといいね。人間超えられちゃいけないラインを何本も超えられると感情が活性化して起こる前に殺意が機械的に動き出すからな。使えないな発言したアスランは確実にそれ。制作的には意図的なんだろうけど、劇中のファウンデーション一味は全く意図せず主役陣の地雷原の上をローラー作戦してたわけでね。これやんねえ方がいいなって思考ができない時点で支配者には向かねえ。議長もアスランの地雷結構踏んでるけど議長なりに平和を求めてたからな。こいつはひたすら自分たちによる支配しか見てないからそりゃ迷いなく死を対応するわ。これでもアスラン降臨は映画の折り返しパートだから早指しだけはうまかったんだよな。ファウンデーション問題は RTA を CE でやりやがったので育成不足と倫理観の不足が目立つ中、怒りに満ちた正義のアスランが降臨した。裏を返せば TV 版は誰も彼も形は違えど誰かのために戦ってたんだろうな。アスランも迷うわそれは。みんながみんな理想の世界、それこそ自分が死んででもってので戦ってたからな。正しさや間違い、犠牲の代償とかはいろいろあるが、ファウンデーションはそれがない。上にもあるけど、議長の取った手段で許せないことはあれども、それでも争いが絶えない世界に平和をと DP を推し進めようとしたのを、都合のいい捉え方で利用して自分たちのための世界を作り上げようとしたのが本当に頭きたんだろうなって、真の苦悩したり、レイヤタリアとか亡くなったのを侮辱しているからな。種の時でも連合プラントは両方とも家族や友人を殺されないために相手を殺すという正義だからな。コズミックイラの人たちは良くも悪くも人間味がある。罠に引っかかったら煽るし、決闘かっこわら中にエロ妄想とリモート操作で遊ぶし、最後は勝ちを確信させてから種割れして頭突きで殺すね。徹底的に尊厳を破壊した上で、屈辱まみれにした上で、無残に殺すという氷のような冷徹な決意を感じる。決闘大好きな修羅に対して終始てめえの美学なんざ知るかバーカしてたから相当キレてる。ヘイト向ける意図あったとはいえ、あのキラに殺戮者であるお前らの主張なんざ知らんとまで言わせるのはある意味すごいよ。不意打ちプラス集団でコンパスボコったし、独身洗脳のチートプラスビーム向こうの最新鋭装備でかかっといて騎士道うんぬんよく言えたなって。史実の騎士破損くらいやるからセーフ。超越者気取りの人殺しが清廉な騎士ごっこしてたら、負けず嫌いのアスランダシタンに勝つだけじゃなくて骨の髄まで分からせた上でぶっ倒したくなるよね。つかかりにも戦場でそういう相手を的確に煽る妄想みたいなのができるあたりむしろよくそこまで考えるほど余裕あるな。ってなる。迷いのないシャアは最強理論の体現者。フロンタルみたいなパチモンじゃなくてガチのやつ。
アスラン・イズ・ジャスティス。じゃあお前、どことなら戦いたい？アコードを滅ぼす。知らんけど死んだな、そいつら。今回は同時上映、アスラン・ザラの忙しい72時間に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。今回の潜入任務はなかなか手強いな。これは長丁場も覚悟しなければ。むゆ、メイリンから取得回線でのメール。オーブ復興&アスハ代表生誕記念祝賀パーティーのお知らせ、現地時間でおよそ3日後。急げー。わわー、ズボップでデスティニーに乗った時のシーンみたいな動きして敵をバッタバッタと討ち取ってますね。焦ってる。もうデータのぶっこ抜きは終わってるから、ギリギリ間に合うタイミングで教えてあげよう。鬼か猫の娘、しっけえな。アスラン劇場団長だ。父として進まない調査、途絶されるメイリンとの通信、迫り来る新型モビルスーツ軍団とエロ妄想対策されたパイロットたち、送られてきたメッセージ動画で寂しそうに笑うかがりと、その後ろでニッコニコでシードを割ってるコンパス総裁と将来の議定、まだ買ってないプレゼント、頑張れアスラン、負けるなアスラン、僕らは君を応援してる、残り時間はあと48時間だ、帰り時間込み。ナレーション CV 立木文彦はマユーラミアス。マユーさんなら最後に切り裂けジャスティスとか走れズボックとか言いそう。祝辞を阻む敵を切り裂け、ジャスティス、愛する者の笑顔のために走れ、ズボック、ありそうだな。さて、何時間で終わるかな？実質24。この夏、アスランザラ史上最も過酷で忙しい戦いが始まる。急げアスラン、走れアスラン、かがりの笑顔のために。機動戦士ガンダムシード、ジャスティス、丸月、バツ日全国ロードショー。ノリがゾロリかよ。どっちかっていうとポケモンの同時上映みたいな感じじゃないかな。アスランザラの忙しい72時間みたいな感じで。その場合のキャッチコピーかポスターの煽り文は、君はまだ本当のアスランザラを知らない、誰も見たことのないアスランザラを劇場で目撃せよ、君は真のアスランザラを目撃する、みたいな感じになりそう。まあ確かに俺らも今回の映画でアスランの面白いところを知っていったからな。まだまだ本当のアスランを知らないんだろう。公開前 PV はめちゃくちゃシリアスだけど、公開後のネタバレ解禁後 PV だとめちゃくちゃギャグ調のやつ。上空から爆撃されまくってる中をズボックに乗ったアスランが、よおって爆走してるのかと思うだけで笑いがこみ上げてくるんだが、絵面がもはやドリフとか笑ってはいけないなんだが、タイムリミットを得たアスランザラはスーパーエージェントとかした。前編こち亀の BGM がかかってる映画来たな。貴様がアスランザラか、私はパトリックザラの意思を受け継ぎ、ラウル・クルーゼのような失敗作とは違う完全なフラガクローンであり、この機体は秘密裏に開発したプロビデンスレジェンド。話が長い、ジュドン。ククク、この施設は1から9の権限の異なるカードリーダー、そしてハッキング対策に現物の鍵でしか開けられない対応の扉で時間稼ぎができるのだ。いかにあのアスランザラトリエと我々が逃げ切るだけの時間は稼げ。最短距離で侵入してきて数分で制圧するアスラ。終盤でメインビジュアルにジャスティスと並んでデカデカと映っていたラスボスポジションのモビルスーツが出てくるも、お前に構ってるいとまはない。トレスバもそこそこに2分くらいの尺でぶっ飛ばされる。アスランを見るとギャグだけど、道中は生かして返すつもりがないあまたの敵がいる。それをアスランは台風のように蹂躙していくだろう。よし、想定時間より40分早い。これなら間に合う。メール？すいません、パーティーの始まる時間は13時からですけど、会場時間は11時に締め切りだそうです。うおお。まあアスランが代表にメール一つ出せば締め切り後でも特例で入れると思うんだけどね。アスハ代表のことで頭がいっぱいで、そういうところに気がつかないところやっぱり面白いなアスランは。
アスラン的達成難易度はおそらく、カガリエのプレゼント選び潜入任務。しまった。あの時の騒動でプレゼントを買うのを忘れていた。慌ててズゴックでアクセサリーショップに乗り込むアスラン。違法中ズゴックで警官に怒られるアスランも追加で見たい。つまり合法中ズゴックというのが法律に明記されてるってこと？どこ向かってるんです？潜入任務中に宝石店があるのを見た。そこでプレゼント。ズゴック全力飛行中。あそこか、ちょっと待ってくださいね。そこ今日定休日です。何？ズゴック急ブレーキ。本日臨時休業。敵の数、規模にはかけらも動揺しなかったのに、この看板には絶望の声を上げてそう。プレゼントを一刻も早く選んで。く、何にすれば。キラキラバシューン、これだ。夏休みに映画館で見るにはぴったりのコメディ映画ですね。駐禁ステッカーの貼られたズゴックで会場へ駆けつけるアスラン。なんとか間に合ってプレゼントも用意できてるぞって懐から出したら、戦闘してた時に気づかなかったけど箱が潰れてて、あ、って顔をアスランがするんだけど、かがりは満面の笑みでありがとうアスランって言ってくれて、ハッピーエンドとかもいいぞ。徹夜で終わらせた後、パーティー会場で爆睡するアスランの姿が。メイリンが獅子粉塵の働きをするアスランの生態記録、元いレポートを見せながら事情を教えてくれるから、仕方ないやつだなーって笑ってくれるよきっと。メイリンはアスランのこと珍獣か何かと思ってない？かがりにプレゼント渡してちょっとイチャついた後、目を離したら寝てる。かがりが苦笑しながら、お疲れ様、アスランってほっぺにキスして終わりそう。キスするかがりを笑顔で見守るレギュラー勢からのアスランの寝顔でエンディング入る流れが脳内に流れた。いやでも何事もなかったかのように現れて爆睡してるアスランもありだ。全て知ってるかがりが頬にキスしてエンディングがいい。彼を起こさないでやってくれ、死ぬほど疲れている。へっへっへ、寝てるし顔にいたずらがきしてやろうぜ。こんな大事な式の時にやめなさいよバカ。悪いのはこんな時に居眠りこいてるアスランだっての。近づいてきたシンを反射で殴る。なんなんだよこいつ。ところでかがりの誕生日はキラの誕生日でもあるけど、そっちのプレゼントはいいのかアスラン。かがりへのプレゼントで頭いっぱいで完全に頭からすっぽ抜けてそうだけど、キラはキラで特になくても気にしなさそうではあるし。キラは気にしないけど、ラクスと新が種割れ目向けてきそう。キラなら大丈夫かと思ったが、それはそれとして気になるし、後味悪いので全速力で U ターンするアスランの図。二人にプレゼントが入った袋を渡した直後にぶっ倒れて寝息を立てるアスラン。しかも中身は明らかに渡す袋間違えただろって中身だけど、安らかに寝息を立てるアスランの姿にしょうがないなぁ、まったくもうって苦笑いしながらお互いの袋交換するキラカが。アスラン劇場、無事閉幕、お疲れ様でした。と満面の笑みを浮かべてるメイリンが見える。そして全てが終わったある日のこと、今回の誕生日事件を面白おかしく編集したカッコメイリン編集カッコ閉じDVD を偶然見つけてしまい、全てを知ったアスランはメイリンの元に大原部長のごとく憤怒の様相で突撃したという。今回は男性諸君気をつけようねに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。キラよく見ておけ、そして忘れるな、この俺の姿が。ごほごほ、結婚記念日を一日間違えた男の姿だ。ガハ、お前は同じ鉄を踏むないよ。めっちゃ締められてる。一日遅かったんやろうな。多分キラノが結婚早いだろうから、いらん気遣いだぞアスラン。でも結婚おめでとう。喋れる余裕があるのか。そうか、監督がアスランがさすがにかわいそうだから帰ったら閉めるを修正したのはこうなるからか。初期の台本だとハレンチ攻撃の後、帰ったら閉めるってかがりのセリフがあったんだっけか。これはひどい。全治3日ってところか。これだけ失血してて3日？
あのアスランを3日もダウンさせるとはさすが若狩り様だ。あのアスランチ祭りにするとか怒りのスーパーモード狩狩はどんだけ強いんだ。 100% 自分に非がある状態のアスランが強いわけがねえ。特に狩狩相手に。むしろアスラン弱体化パッチだろ。愛しい人との記念日を間違えた。矢印、家族関係でやらかした父親を見ていたのにやらかした。矢印、しかも普段は忙しい嫁がわざわざ気にしていてくれてたのにやらかした。こんなの豆腐になるしかねえよアスラン。反撃回避は愚か受け身とかのダメージ軽減対策すらしないで棒立ちで甘んじて攻撃されるよな。迷わなければ最強だが、常に迷い続けてるやつだ。面構えが違う。ただ忘れただけなら忙しいしな旬で済みそうなのに。忘れた挙句に何かやったなお前。なんかキメッキメで祝おうとしたんじゃない？割と素で間違えて。日にち間違えただけじゃなくフラッシュモブ並みのでかいサプライズ企画でさらにやらかしてそう。いいんですかアスランさん。何のことだ？カガリさんのことですよ。あいつだって子供じゃないんだから。結婚記念日の前日まで一緒にいてほしいなんてわがままは言わないだろ。結婚記念日は今日ですよ。と、へやアスラン、このバカ野郎。さすがのメイリンもカガリの気持ち考えたら茶化せないからガチトーンで言ってそう。ほんで言ったらさっさと避難しそう。アスランに関しては親父もなんかやらかしてそうだからな。アスラン母怒ると怖いんだろうなって、ワイが勝手に思っているせいだろうけど、その血の定め。そんなこんなで、俺は、こうなってしまった。自暴自得なのは、承知、しているが、女性がこれほど、記念日を大切にするとは、思わなかったんだ。みんな、気をつけろ。最低でも、結婚記念日と、誕生日は忘れるな。お前たちは俺のようになるな。アスラン、もうちょっと早く行って欲しかったな。仲良し大怪我コンビがよ。ラクスもやるときはやるんだな。ラクスはハロー大量召喚してボコボコにしてきそう。あかんで、あかんでと言いつつ体当たりしてくるハロー。ボコボコにされた上で揚げ物を食べさせられるんですね。アスラン、それ俺にも言え。お前もかよディアッカ。こいつの場合、マジで刺されてそうで草。シンはこれ見て俺は気をつけなきゃってなって、でも結局シンもやらかして、ルナにボコボコにされて、三馬鹿揃って医務室雪になっていそう。何やってんですかあんたら。俺は二人と同じ鉄は踏みませんよ。シンはなんでそんなに丁寧にフラグを立てるんだい。フラグ立ったな。よせ、シン、それはフラグだ。なるほどなるほど。プロポーズはいつやったんだい。じゃ確認だ。そっちの結婚記念日はいつだ。結婚記念日はまだまだ先だし、ちゃんと携帯端末のカレンダーに通知を設定してるから問題ないんだ。俺は気の利かないアスランや意外と天然なキラさんとは違うんだ。俺はルナを悲しませるようなことはしない。結婚記念日は忘れないかもしれない。ところでルナの誕生日は？あ、終わったな。あんなにフラグを立てるから。早く謝って、怒られる前に。お姉ちゃん、さっき実家に帰るってプラントの方に行ったけど。しまった、先手を打たれた。実家に帰るのはズルですよ。これはいつもより念入りに詫び入れないと許してくれないパティンだ。これだから若者は、ムーさんを見習え。ムーさん、見せてやってくださいよ。大人の対応ってやつを。今日は俺と君の初デートの日だったな。初デートはもっと先よ。誰と勘違いしてるの？すー。これが大人の生き様だぜ、坊主ども。最悪でくさ。さすがはムーさんだ。自分の役どころをわかってる。懲罰棒にて。結局みんなボコボコにされて放り込まれちゃったね。言ってる場合か。く、喋るな。お前が一番ボコボコにされてんだぞ。まさか結婚記念日を間違えるとはな。ガキどもはこれだから。
まあ俺は人生経験の豊富さがあだになったんだけどな。女に節操なかっただけだろうさ。何やってんの、バカ男子。コンパスってバカしかいねえのか。人類男子はみんなバカと万国共通のルールで定まっとるのを知らんのか。ムーはともかくこうもみな日付を間違えるって、何か新手のウイルスとか電子兵器が流行ってるんじゃないか。イザーク、あなたはシホさんにそんなことしちゃダメよ。ってなるエザリアさんいそうだな。ただでさえ女の気配なさすぎてもしかして状態だからさ。ふん、バカ者どもが。俺は転んだだけだ、勘違いするな。マジで転んだだけっぽいの笑う。まあシホちゃんがイザークになんかするとは思えんしな。お前に関してはまあそんなことはなさそうだしな。母親からめちゃくちゃ結婚記念日が近づくたびに言われてそうだし。もう全員バカ。お前らはこんな平和な戦争ならいくらでもやってくれ。でも記念日は忘れるな。ぶっちゃけ記念日細かく覚えてるのはアスランの方で、忘れてそうなのはカガリの方じゃないかと思った。アスランは任務で他国に行ってるから時差が。ああ、時差か。すっげえありそう。コンパスにしろターミナルにしろ、世界中を飛び回ってるわけだから、片方だけの時間を基準にすると大変だよな。もう組織側で記念日を管理して、記念日の人は強制的に休みを取れるようにしよう。必然的に相手のいないアグネスが酷使されるってわけ。ヒルダ姉さんは、なんか気づいたら結婚してそうだな。この日はキラトラクスの記念日だからアグネス頑張って。その次の日はシンたちの記念日だからアグネス頑張って。来週はアスランたちの記念日だからターミナルに出航して。ってなるアグネスの明日はどっちだ。みんな、私のようには、なる、な。今回は、アスランと朱雀は共通点が多すぎる、に対するネットの反応を紹介します。それでは、どうぞ。普段の振る舞いは柔らかいけど、朱雀って実はいわゆるアスラン族に類する男なんじゃ。アスランは朱雀ほど意固地でもなければ自分が大嫌いでもないだろう、多分。あと朱雀は迷っても強い。圧倒されたのは機体性能的にはるか格上な八極式と数の大暴力ぐらいだからな。ナイトオブゼロまで終始迷ってたり気持ちよく死にたいデバフかかってたもんな。目の色も同じだしね。ルルーシとキラモじゃねえか。アスランより自分のこと嫌いでなんかいい感じに死に場所探しているのがスザクだもの。シードにかがりに出会えないまんまパトリック射殺した後、うっかり生き残ってしまったアスランみたいな印象、まんまか。かがりには出会ったけど死んだのが近いかな。そやしみたいわ。父親の存在でいろいろこじれてるのも似てるな。父親を殺せた、救ってくれた女性が死んでしまったのがスザク。そうならなかったのがアスラン。父親を自分の手で殺した時に完全に壊れたんだろうなスザク。アスランもパトリックを自分で撃っていたら同じようになっていたかも。谷口監督はコードギアスを作るにあたりガンダムシードを徹底的に研究したらしいし、少しは意識してるのかもしれん。まあ実際キャラ関係はシード意識してるらしいからアスランの系譜かもしれんスザク。生き別れた幼馴染み、再会した時は敵陣営、お互いしばらく宿敵だとは気づいていない。気づいた後本気で殺意を向け合う、なんだかんだ共闘する、共闘したらクソ強い、要素抜き出すと確かにキラース意識してる感じはあるな。ルルスザ、ルルーシとスザクは二人ともアスラン族亜種だから仲良くもなれるけどこじれるんよな。アスラン族というかさらに元ネタのシャア族というか。アスランはどっちかというとルルーシュよりだと思う。アスランとルルーシュ、キラとスザクの方が近いんじゃね？って感じもする。近いだけで実態は違うからあくまでキャラクターのアトモスフィアというか雰囲気的な曖昧な感じだけど、キラとアスランの要素をミキサーで混ぜてそれぞれ半分ずつお出しされたのがルルーシュとスザクなイメージ。だからルルスザお互いにキラ的な部分とアスラン的な部分があるというか。アスランとスザク、どっちの同僚や部下やりたい？俺はスザク。アスランかな。スザクの方がしんどそう。
スザクの同僚や部下は死にそうなんだよな。アスランの方もだいぶ死んでる、と思ったが、ラスケ、ニコル、ハイネとか数えられる範囲か。アスランは各編入ったら面白い男化するし、アスランかな。日常友達や同僚ならスザク、上司ならギリアスランかな。アスランはナチュラルにパワハラするらしいからな。あとスザク以上に転々としすぎ。アスランに認められるスペックがあればアスラン。常にスペックギリギリ要求されて死ぬほどきっついけど、スザクの方が当たりは柔らかいけど、メタ的に多分部下になった時点でフラグが立つし、実際曇らせ要因になる。アスランより最初から終わりまで割と救いがないからしんどいぞ。スザクは猫ちゃんはいるからセーフ。猫ちゃんの方が確実に先に死ぬの。つれーわ、アーサー50年くらい生きてくれ。スザクには生きることの方が戦いだって言ってくれる人がいないのよね。言ってくれそうな人は親友に殺された。スザクというキャラクターの印象しんどいに尽きる。重すぎて救えない。救おうとすると本人の救いにならないバグ。結果的に今のゼロとして死ぬまでは世界平和に準じますぞがスザクにとって気が楽なのよね。見てる側はしんどいが、やることはっきりしてるし完全に正義のためだし、ナナリーもいるからな。まだマシなのかな。スザクを救うには父親を刺す場面で止めるしかない。あれが自滅願望の根底にある事件だからな。スザク的には今の辛いままでも別にって感じだからな。いろんな意味で覚悟決まってるというか、そういう価値観になっちゃったっていうか。こう考えるとキラとかガリがいてケツ叩いてくれるラクスもいた。アスランって恵まれてたんやなって。しかも変態レベルで強い。スザクも変態なら少しは人生楽だったのに。アスランも変態じゃないだろ。変態じゃないはず。ロスカラやドラマ CD で女装にすごいハマるけど、あれクルルギスザクじゃない、違う自分になりたい願望の現れなんじゃないかと。おそらくギャグやコメディでやってることに、そういう文脈ができてしまうとこが実においたわしい。アスランより頑固だけど迷ってた方が強いやつ。いろいろズタボロなのに本人は苦悩や迷いを抱えたままの方が力を発揮できるタイプらしいのが不憫なやつ。アスランはくるくるキックできるかな。できそうだな。パンチのフォームも似てるしな。スザクがルルーシュをぶん殴った理由とアスランがキラをぶん殴った理由は違うよな。上の方でも言われてるけど、キラにも近しいよな。スザクはブリタニア軍の中に一人入った日本人であるスザクと、ナチュラルの中に一人入ったコーディネーターのキラ、立ち位置的にはキラの方が近いな。それが受動的か否かの違いはあるけど、改めて見るとスザクとユヒの開口はキラとラクス、アスランとカガリの出会いを意識して相関あるな。カガリは苦になりそうだった。ユヒもユヒで、お父様の裏切り者をとか気持ちだけで何が守れるっていうんだに類するイベントを経てないから、スザクと友倒れになってたんじゃないかって不安感がある。フリーダムは復活のルルーシュと似てると言われることあるけど、個人的に見終わった後の感想が全然違った。復活ですらスザク何か救われてなくねって感じで、エンディングでとかおっとか声が出たわ。スザク関連似てるっていうのは話の内容じゃなくて、アニメ放送終了後にやってたら賛否めっちゃあっただろうけど、時間経ってみんな落ち着いて見れるようになった時代にファンが求めてた内容を提供したっていうポジションが似てるって話。まあ大まかな流れは、巨悪にさらわれた姫を救出し、あらゆる陣営が協力して爽快に打倒するっていうエンタメ映画だから、ストーリーの細部は違っても全体は似てる。ナナリーのポジがラクスになったようなもん。復活のルルーシュの、これ C2 はいいけどスザクはどうなるんだ？からのエンディングのゼロで、となる感覚は味わい深かった。わかる。ルルシーの成就は心の底からおめでとうと思いつつ、スザクって気持ちも溢れてた。王の力はスザクを孤独にする。スザクはユフィの死後だとどうやっても救われない気がするんだ。本人がまず望まないよな。そういう意味で救われる価値観を変える機会を永遠に失ったとも取れる。
スザクを復活以上に幸せにしようと思うとユフィ並みにスザクのこと思いつつ、強引に引っ張っていけるような新ヒロイン林くらいしか俺の貧弱な頭では思いつかない。ただそんなことしたら絶対荒れるよな。アーサーが猫耳美少女になってスザクのヒロインになるというのはどうでしょう。そういうトンチキ展開でしか救われない男。自分から勝手に救われない方に行ってる感もあるからどうにもならん。なんというか救われぬのが我が人生みたいな方向に行っちゃってるよね。それに対してふざけんなボケしてくれる人は死んじゃった。しかも死にたがりで自暴自棄になってる本編中と違って、落ち着いたメンタルでその考えになってるからな。本人が一人で全部完結しちゃってるんだよな。ただ視聴者的にはお辛いだけで。スザクとアスラン、共通項が多いキャラでどうしてここまで差ができてしまったのか。アスランといえば随獣だけど、スザクは使えたある時代体死んでるからその辺もちょっと違うな。逆に不幸読んでない?死神?死神ではあるな。ブリタニアの白き死神と呼ばれているし。スパロボでフリーダムアスランと対面する復活スザクみたいぜ。復活スザクとフリーダムアスランの絡みが見たいよスパロボ新作どこ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。